新規例を作成します。ペンツールを選択し、パスを作成します。このように直線でパスを作成するとリアル感がないので、一旦取り消します。パスを曲線で作成します。アンカーポイントをオルトクリック、マックはオプションクリックします。コントロールエンターキー、Mac はコマンドエンターキーを押して選択範囲を作成します。グラデーションツールを選択します。グラデーションエディターを表示し、黒のカラー分岐点を選択します。カラーをクリックし、グレーに変更します。Alt キー、Mac はオプションキーを押しながら、カラー分岐点をドラッグしてコピーします。クリックして新規カラーを追加します。薄いグレーに変更し、光沢感を出します。ドラッグしてめくれた感じになるようにグラデーションを適用します。この角度とグラデーションの光沢部分を合わせます。選択を解除します。ドロップシャドウを適用します。角度を60程度、距離、サイズ、不透明度を調整します。ペンツールを選択し、このようにパスを作成します。コントロールエンターキー、Mac はコマンドエンターキーを押して選択範囲を作成します。位置を移動します。任意の色で塗りつぶします。選択を解除して完成です。